星に語りてー、スターリー・スカイは、2019年3月10日に公開された日本映画。日本の障害者向け共同作業所の全国組織である、京サ連が結成40周年記念として企画、制作。監督は、これが初の商業映画デビューとなる、松本堂。2011年3月11日。東日本大震災が起こり、 岩手県陸前高田市の共同作業所、青霧は、高台にあったため津波の直接的な被害からは、免れたが、実家に助けに戻った仲間の一人を津波で、失ってしまう。落胆する作業者の仲間たちを、女性の所長が励ましながら、1日も早く障害のある人が日常を取り戻せるように努力していた。そんな中、全国障害者ネットワークでは、東京、 秋田、岩手、福岡などの日本各地の障害者団体が連携して支援活動を始めようとした時に障害者が消えたという情報が入ってくる。多くの避難所を回っても障害のある人がほとんどいないという不思議な状況に直面する。一方、福島第一原子力発電所事故によって福島県のいくつかの地域では政府から避難勧告が出される。 福島県南相馬市には仮設住宅が建てられ避難地域に指定され共同作業所クロスロードハウスの代表らは避難できずに取り残された障害のある人たちを放射能の危険と戦いながら支援を続ける被災各地に支援センターが設置され次々と支援物資が送られてきて全国各地から支援員も集まってくるしかしクロスロードハウスの代表らには 安否確認のための障害のある人の情報が必要だったが、行政からの個人情報保護を理由に開示されない。法律により守られる人権は支援の障壁となり、一国を争う人命救助との狭間で苦しむ支援員たちと被災した障害のある人たちは戦っていたのである。障害のある人たちが地域で働く、活動する、生活することを応援する。 事業所の全国組織である、教サ連が結成40周年記念として企画、制作された。教サ連は10周年ごとに映画を制作しており、30周年記念映画は富永健治監督のふるさとをください。40周年の記念映画としては、ドキュメンタリー映画、夜明け前後秀蔵と無名の精神障害者の100年が先に公開され、 キネマ旬報の文化映画ベスト10で9位に入る。星に語り手は今日サレンの5本目の制作映画である。本編の撮影は2018年10月1日にクランクインし10月24日に主要な撮影を終えた。2019年2月28日に完成披露試写会が行われた。2019年3月10日に吉祥寺のアップリンク及び北海道などで 先行上映された。地域での自主上映会を中心に2021年2月25日現在453カ所、38,193人が鑑賞している。ありがとうございます。